どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい、本日はスペシャルゲストダーン上田さんです。自己紹介してもらおうかな。ご存知ない方もいるかもしれないんで、はい、ガズレレのですね、このGラボの、代表をやっております。このグレーのメーカーですね、これですね。はい、いつも使ってるガズがウクレレ、はい、はい、Gラボの代表、はい、はい、上田と申します。よろしくお願いいたします。今日はですね、上田さんを引っ越してきたばかりの我が家にお迎えしましてですね、Gラボウクレレのですね、今年1年を振り返っちゃおうということで、裏話というかですね、とんでもない話が実はいっぱいあるんですよ。この皆さんにね、いつもお手に取ってもらったりとか、今年はね、いろいろね、皆さんに触っていただける機会を設けて、ポップアップショップということで、あちこちで、そういうのもやってたんですけど、その裏でですね、もう大変なことがもう山ほど起こってましてですね、実は。で、まあそのね、大変なことをいちいちというか、まあ皆さんにね、その今こんな大変なんですっていうのもまあおかしいから、発売してますよとかもう言ってたんですけど、そういう裏話をですね、今日は年末特別企画としてですね、お届けしようと思ってやっております。はい。で、ちなみにですね、今日の動画は2つ前編後編に分かれてまして、まず前編はこちらの今のガズレレ YouTube動画なんですけど、後半の動画はですね、この G ラボウクレレの YouTube チャンネルがあるんですよ。皆さん知ってますか？チャンネル登録ぜひ登録してもらいたいんですけど、概要欄とここに貼っとくんでね、ぜひそこにまたジャンプしてもらいたいんですけど、またね、動画の後半でご案内しますが、ぜひそっちも後半も見てみてくださいということでございますがね、まずね、僕がすっかり感想を言うとですね、とにかく今のこの G ラボのこのウクレレたちっていうのはですね、やっぱもう本当にすぐクオリティめちゃ高です。弾きやすくて音が良くて、まあ、どんどんねこう染み込んでいくような、本当にね育て上げていくウクレレということを自信持って音を進めできるんですけど、今回そのね上田代表にちょっと話聞きたいのはその裏側ですね。ちょっとなんかざっくりですけどお話ししていただいていいですかね。もうねすごい話がもう飛び出すと思いますんでね。はい、そうですね、まあ、2022年、まずこう振り返ってっていうところでいくとですね、まず大きかったのが大きい話としては工場を移転しましたと。移転ありましたね、そんなことが、はい、これ裏話その理由がすごかったんですよ ね、そうなんですよ。で実はですね、我々がこうもともと書いていたその工場というのが、ちなみに工場はベトナムのホーチミン市にあるんですからね、はい、皆さんすごいでっかい工場だった。そうなんですよ、うん、でそれがですね急遽ちょっとオーナーの都合でですね、まあ、実際にはちょっとその開発がそのエリアが進んでくるということで、立ち退いてほしいと。まあまあそういうことなんですよね。、はい、みたいな。そうですそうです、ある日突然ということで、急遽ですね工場の方移転することになりましたと。びっくり。はい。でただですね、我々としてはですね、まあ1年間2年間その工場でこうやってきておりまして、で新しいこう生産ラインというかですね、設備等々入れていこうと思ったときに、まあ、移転もありかなと。まあそうですね、それはプラス思考でも考えるしかね、はい、そこでごねててもね進まないですからね。そうそうです、なので、まあ、であればもうちょっとその今以上にその時以上にですね、いい工場にしていこうということで、そのポジティブに受け止め、いやでもすごかったです。時もね、皆さんだって注文が入ってる中でのね、そうですそうです、移動ですからね。しかも物件探しからですもんね。そうです。いやー考えられないな。ベトナムのスタッフたちのやっぱ動きがすごいのかね。そうですね、ものすごくやっぱ連携を取ってやりましたね、今回は。まあまあまあそうですよね、はい、ベトナムってその日本と違って、そう例えば不動産屋に言ったらネットワークがどうしたこうしたっていうよりもっとね、なんつうのすごいこう野生的な不動産の契約なんですよね。一軒一軒ですね、オーナーさんとのこう交渉になるんです。そうです、間に入ってないってことですね、はい。だから見つけるのも大変そうです。大変さねです。なので、まあ、まず情報をわっとこう洗って、まず交通のこともいろいろ考えてですね。交通の便は悪かったらちょっとね。そうです。なので、まあ、割とこう近場ではあるんですけども、どっかいいとこないかということで、あとはまたこの工場が出せる場所って結構限定的なんですよね。あ、そういうことなんですね。はい、住居しかダメとかそういうエリアがある。なるほどですね。なので、まあ、そういうことも全部こう調べながらやってですね、またいいところ一つ見つけました。あ、すごい、その執念というかパワーというかね、はい、まあ、そうやるしかねえっていうのはありますけど、はい、いやあの時は大変だったな、本当に。まあ、とても大変だと、大変でしたね。で本当ね、注文をいただいている中でのことだから、その止めてはいけないし。そうですね、そうね、
なのでまあいかにこう生産ラインを止めずにもうすごく、うん、となんていうんですかね、最小限の動きで、うん、引っ越しができるようなっていうところでかなりまあ苦労した覚えはあります。そうね、はい、その間もさ、僕らもベトナムには行けなかったんですよね。行けなかったです。上田さんがさ行ってさ、また現地でねこういろいろサポートできればよかったんだけど、全く行けない状態で当時はね、まさにね。そうですね。あれ何月ぐらいでしたっけ、それって。あれが、まあ、春、ね、春か。そうかそうか、そうっすね。だからちょうど春って言ったら、そのさっきもちょっと話したけど、ポップアップショップが初めて行われた。そうですね、3月にお台場で初めてのポップアップショップ、軽トラに、ね、満載にしていったっていうね、あの写真をちょっとここに載っけとこう、 こんな感じで前行われたんですけど、その時もすごかったですよね。そうです、ものすごい大盛況でですね、まあ、ガズもちょっと参加してて、みんな触ってみたいっていうかね、やっぱり、まあ、振り返りその2って言ったらもうそれですよね。もうね、そのそうそう、まあでもさ、ちょっとポップアップショップの話はいい話なんだけど、もうちょっとさ、きついやつ行きましょうよ。きついやつですか。きついやつ行きましょう。まあ、何にせよですね、そうですね、何が一番、まあ、苦しかったかという話ですね。ああ、そうですね。それ行きましょうか、それ。苦しかったのは、うん、まずですね、やっぱり為替の問題。いいですね、ああそうですね、はい、円とかドルとかそのね、そうそうです。でそれがですね、まあ、ベトナムの通貨はドンっていうんですけども、うんうん、その態度においても非常にやっぱりレートが悪くなりました。ああ、はい、そうかそうかそうか。で加えてですね、まあ、運送料ですね、ベトナムからこう日本に送る、まあ、配送料とかがですね、ものすごくまあ値上がりをしてしまって、ね、燃油高もね、そうです、そうです、原油高っていうんですか、その燃料の、ね、高騰とかね、まあ、具体的に言うと本当にもう軽く2倍を超えてます。まあ、2倍超えてるんですよ、ね、超えてます、超えてます。だ1万円のものだったのが 2万円以上になってるってことですからね。そうですね、分かりやすく言うとね。でそれが本当にもうこれやばいなと思ったのが、まあ本当にまあ、秋口ぐらい。秋口か。はいはいはい、ちょっとタイムラグありますもんね。ありますあります。まあ、なんか上がってきたなっていう感じはずっと思っていて、これまずいなと思ってたんですけど、うわっとこう上がった感じですよね。だって倍だものね。はい、今までその、要はね、コストというか、その生産にまつわるこの経費がね、そうです、要は単純に倍になってるってことですからね。要はですね、経費っていうことで言うんであれば、本当にその、まあ、スタートした当初よりも 30% 以上増し。うんなあですね。はいはいはい。まあそっちはこうどうやったってコントロールできないですもんね。そうなんですよ。で、まあ、本来ですね、まあ、この話をこも出しちゃうと、まず考えるべきは、じゃあ製品を値上げするんですかと。まあそうね。という、まあ、話をですね、まあ、当然その話題には上るんですよ。そうですよね。当然したいけれども、まあそれはやっぱりね、そうです、相当やっぱりすごいことなんですけど。で正直ですね、まあ、この G ラブのそのウクレレって、コスパが僕はいいと思ってるんですよ。いや、めちゃめちゃいいと思いますけどね。はいはい、はい、本当、まあ、しっかりこう職人のこう手が入っていて、いやハンドメイドで短板でね、本当1本ずつ作られても手間かけて、でただですね、やっぱり今のコストでやってることにすごく意味があるということで、まあそうですね。で、まあ、逆にそれに関してはですね、まあ、うちの、まあ、工場の中ではというか、うちの会社の中ではどういうふうに捉えてるかというと、ここでですね、逆にこう削減できることは削減していくと、うん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 、例えばその今まあ運送に関しても、まあ、運送会社を選定ってことを再度やると、はいはいはい、あ選び直すってね、はいはい、うん、で特に今までもですね、実は航空便なんか使ってたんですけども、うんうんうん、まあ、それを例えば船便にしますとかね、まあ、いろいろやり方、やりようによってはどこまでいけるんだろうということで、うん、まあ、ギリギリ前今回そのコストを要するにかかる経費の方のコストが下がるような努力をしてますと。なるほど、そうですね、もうできることはもうまずそこですもんね。そうですね、うん、まあ、それ、まあ、それでもってですね、まあ、継続して、同じ価格でですね、同じっていうか、まあ、品質を絶対に落とさない学校で作り続けると。そうですね、はい、いやでもそんな中でもそう僕もねそういう話はやっぱりいつも聞いててわわわと思うんだけど、まあ、僕の感覚で言うといろいろあるけれども、ベトナムからこう仕上がってこっち来るものはいいんですよ。やっぱどんどんクオリティはもう最初から高いですけど、それが研ぎ澄まされてる感覚はあったんで、なんかこれはね、すごく熱くなりますよね。もうこれでね、やっぱりそのやっぱりそれがなんていうかストップしちゃうとかとどまっちゃうのはやっぱもったいないと思うから、まあ、大事にねやりたいなっていうのはやっぱ思ってましたね。やっぱね、そうですね、だいぶ皆さんにもこうちなんていうか知名度というか知ってもらえ始めてきたところだと思う、うん、この G ラボのウクレレたちっていうのはね、まあ、あとですね、うん、やっぱりこそ、まあ、無駄を考え
えたときに、やっぱりこう生産ラインの見直しってことに関してもかなり今回テコを、ああ、はい、そうです、そこはね、本当に、まあ、皆さんにとって、僕にとっても生産ラインがどうなってるかっていうのは、まあ、パンドラの箱じゃないけど分かんないけど、はいはい、そこにもしかしたらなんかあるかもしれないですね。あ、実際ですね、やっぱりこう、あの、そうね、まあ、あのうちの、あの金松、はい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 、はい、生産をコントロールしてるね、そうそうです、達人がいて、まあ、彼がですね、やっぱりそういうことの設計がすごく上手なんですよね。で今回はその、そういったその、まあ、あのいろんな部分ですね、運送費であったりとか、うんうんうん、まあ、場合によってそういう、そう、あの生産ラインの並べ替えによる、はいはいはい、まあ、いろいろコストのカットってことがあるんですけども、そういったことを駆使したところで、まあ、なんとかですね、うん、まあ、今の価格を維持しながら、うんうん、あの品質ももしかしたらより高まっていると、うん、いや、そうだと思いますね、はい、いうところまではね、やっております。すごいですね、はい、それはまあ、だからそういうふうに、まあ、毎月毎月ね、月の後半にこの、あのウクレレの販売のお知らせですとかで、かつはこう、まあ、皆さんにこう情報をシェアしているわけですけれども、まあ、そういうことがですね、まあ、日々起こってきてですね、ベトナムからのこのホットラインというか、そういうのがまあ随時いろんな情報が飛び込んできてですね、まあ、それでもね、あのこう継続的にいつもいつもこうあのご提供、まあ、期間限定ですけれどもね、できたっていうのは、まあ、2022年振り返ったらすごいことだと思いますけどね。そうですね、そうなんで、まあ、でも本当にあのその裏側はですね、もうヒヤヒヤどころかですね、大丈夫かっていう話ばっかりで、まあ、びっくりですけど、まあ、でも本当にさっきも言ったけど、ウクレレのクオリティがいいもんだから、なんかすごくそれは大丈夫だとどっかで思ってたみたいなところがすごくやっぱあったりしますけどね。そうですね、で、まあ、ちょっといい話っていうか、のそのあの先ほどの、ポップアップショップの話もあるんですけども、はいはいはい、あの今までやっぱりこうずっとこうネットで販売をしてきたじゃないですか、うん、でやってきたんですけども、まあ、今回ですね、まあ、今年というか、2022年っていうのはそのポップアップショップっていうその活動をですね、まあ、初めはあのお台場から始まり、うん、はい、まあ、あの神戸に行ったりとかいろいろやってます、はい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 、でやってたところ、やっぱそれはそれでですね、こう手に取って選んでもらえるってことに関してものすごくやっぱ需要を感じてる。いやー、これは引いてもらわないとわからないもんね。そのガズさんが YouTube 使ってて、あ、音いいなとか、まあね、ああいう感じの雰囲気かっていうのはわかると思うけど、やっぱ自分で引いた時の驚きといいますかね、はいはいはい、それはやっぱり確かにあるんですよね。なのでこの活動に関しては、まあ、23年も引き続きですね、うんうんうん、あの強化してやっていきたいなというふうに思ってます、うん、触れてもらう機会をね、増やすっていうのがね、はい、で今回も初めてちょっと実験があったんですけど、ポップアップショップっていうのもガズがいるいないっていうのがあったんですよね、はい、でいなくってもそんなに関係なかったっていうのが嬉しい恥ずかしいっていうかね、嬉しいのか悲しいのかなんですけど、いや僕そっちのはいいと思っててなぜかというと、そのやっぱりこのウクレレのやっぱり思想会ですから、はいはいはい、そうなんで、まあ、もちろんね、僕が いた時に来てくださる方もすごく嬉しいけれども、ただ純粋にその弾いてもらってその、なんていうかな、選んでいただけたっていうのはかなり嬉しいですけどね、うん、まあ、率直に言って、まあまあ、我々のこうブランドのものをこうガズレレでこう、例えばこれはいいですよっていうのは当たり前の話なんですよね、うん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 、それはそうだね、当然当然、悪いものを当然出さないってことで、そうです、もう自信たっぷりなんですね、そうそうです、なんですけども、やっぱりこそあのこう手に取ってもらって実際弾いた時にうおっと、うんうんうん、思ってもらえるようなやっぱりこう場っていうのも当然あった方がいいですよ ね、 そうですね、ということで、まあ、本当にですね、この実機をこう触ってもらえるような環境っていうのは今後も実はあの拡大をしていく方向でして、そうですね、はい、なんかだからやっぱ家電みたいなものだったらね、機能の説明とかこうやってボタンを押すとこうなりますって言うけど、やっぱりこの楽器っていうのはその、まあ、このこういう種類もあれど、この中でもね、いろいろやっぱ一本ずつ木が違ったりとかして、その出会いもありますからね、はいはい、だから全然気にしてなかったけど、なんかこれはなんかビビッとくるなみたいな、でも例えば同じウクレレ弾いてもこの人はビビッと来なくて、 B さんはビビッと来て、 B さんはビビッと来ないみたいなのもありますからね、やっぱりその一期一会みたいなのありますからね、 E2C でやってる時はそれでも喜んでもらえるっていう豊かさもあるけど、やっぱね実際に行くとなるとやっぱりちょっと感じが違うのかな、ね、そうですね、そしてですね、今年はですね、あのそんないろいろね、あの裏舞台ではそんなことがあったり、まあいろいろなんか、まあ、あの木材がこうだとか、あの新しい新開発をしてるとか、そうだ、いろいろ新開発もしてましたね、あの影の、表に出ないようなプロトタイプをいっぱい作ってる中でできてきたのが、このオールブラックモデル、このブラックビューティーモデル、これがデビューしたのは2022年ですからね。これもね、ガズさんもかなりお気に入りで、まあ、今ね、このガズモデルは当然もうね、フラッグシップでもうガズのこだわりたっぷりなんだけど、こっちもね、まあね、負けないぐらい、いいクオリティを出してまして、これ結構今もですね、やっぱり人気がすごく あるみたいな感じで、こういう新しい新商品を開発するのも一個こういう僕らの楽しみでもあり、皆さんにもちょっと楽しみにしてほしいところなんだけど、この間も紹介したね、面白いこう音が、
出るとか、これも試作品ですけどね、ちょっとね、知らない方のために説明すると、これついこの間、日本に届いた試作品なんですけど、音聞いてください。これエフェクターという効果音がここから出てくるよという、なんかすごいマシンを搭載した、これサンプルですけどね、まあ、これが商品化するかわからないんですけど、こういう実験をですね、そういうことの中でいろいろやっていたりとかね、常にやっぱりこうね、未来志向ですから G ラボはですね、いろいろあるんだけど、やっぱそういうのはちょっとね、クリエイティブな、まあ、ブランドっていうのはちょっとやっぱり一番、ね、やっぱり置いときたいですね。で、もうもちろんハイクオリティだけど、なんつうの、今までないような斬新な価値観の楽器みたいなのもやっていたりとかですね。まあいろいろそういうGラボならではの開発っていうのもあるんですけど、で、まあこの後の展開なんですけど、ちょっとそろそろ前半はこの、まあ、総括で終わるんですけど、実はこの後、後半ではですね、どういうことを具体的にやっていこうとしているかと、2023年はどんなことになっちゃうのかという未来をちょっと語っていく時間にちょっとしたいなというふうに思ってて、まあ今聞いていてね、上田代表からね、いろいろ大変だったっていう話があるんだけど、まだまだ山盛りですよね。山盛りです。ここではとてもじゃないけど言えないようなことも、まあ、まだあるんですよ。いろいろやっぱあるんだけれども、まあ、その辺についてもちょっとね、後半の動画で、さらにディープに、踏み込んでみたいと思います。で、後半の動画はちょっとこの URL というかを概要欄に貼っとく、なんで、Gラボの YouTube チャンネルで見ていただきたいんですけど、ちょっと1日ずれで、公開になりますんで、30だから1日に、Gラボ YouTube チャンネルで公開になります。はい、ちょっと一日もやもやしてください、一晩。はい、そういうわけで、じゃあ上田代表とはこの後さらに未来を語り、さらにそんなことかっていうことを、またシェアしていきたいと思います。まあ、ひとまず前半の動画はここまでということで、じゃあ後半は Gラボ YouTube チャンネルでお会いしましょう。2022年、どうもありがとうございました。はい、で、Gラボウクレレも本当ね、どんどんこれからも育っていくと思うんでね、またよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ後半の動画に移りましょうか。はい、はい、じゃあ皆さんさようなら、バイバイ。さあ、それでお知らせです。ただいまですね、いつも使ってるこの G ラボのウクレレたちの販売と予約がですね、大好評受付している期間でございます。ほんと今年2022年最後の今ね、受付期間中です。盛りだくさんな内容になってますんで、概要欄ぜひぜひチェックしていってください。そしてガズレレではですね、もう他にもいろいろやってるんですけど、このね、ガズピアノというのをやってるんですよ。これ、ガズがやってるハニーさん、私の愛するハニーさんと一緒にやってるピアノ教室なんですけど、ここでね、YouTubeチャンネルもこれ YouTube やってるんですけど、なんと本が出版されております。めちゃくちゃ楽しくて、これウクレレやってる方だったら本当あっという間に鍵盤弾き語りもできるプログラムになってますからね、世界で一番簡単な鍵盤教室です。ぜひこれも YouTube と本の方もですね、これ Amazon でこんな風に調べてみてください。そしてですね、ガズレレでは、アプリがあります。ガズレシピという便利なアプリ、楽譜が見られるアプリなんですけど、このねアプリの特徴は、スマホとかタブレットで見られるんですけど、自動スクロール機能とかメトロノーム機能を満載していて、もう曲がですね、かなりの曲数になってます。40曲のブロックが9ブロック、みたいな感じで、だから祝さんも300曲400曲近くあって、この楽譜の特徴は簡単版だけじゃなくてかっこいいバージョンも載っているということで、かなり、ね、皆さんご支持いただいてます。そしてこれアプリダウンロード、皆さんぜひ皆スマホとか、ね、タブレットにしていただきたいんですけど、入れるインストール自体は無料ですからね。で、中のコンテンツで有料課金もありますけれども、見やすい楽譜なんで、これはねかなり有用だと思います。いっぱい重たい楽譜を持ち歩かなくてもね、タブレットで見れるとかすごくいいですからね。で、あとね、そのね楽譜だけが本当の本になって登場しております。ガズレシピの本のバージョン、こっちも Amazon で販売してますので、ぜひともご覧になってください。そしていつもガズがね使ってるこのウクレレに挟んでいる水引き、これガズの両親が作っているね手作り物の水引きでございます。そしてあとハニーさん手作りのこのストラップだとか帽子 T シャツとかいろんなグッズ盛りだくさん、こんな感じでね、ガズレレ公式ホームページのトップページにバナーもあったりとかするんで、ぜひねいろんなもうグッズでね、さらにテンションも高めていったりとか、もうあっちからこっちから音楽を楽しむ要素盛りだくさんでございます。こんな感じでガズレレ盛り上がっていくぜということでございます。本日のレッスンはここまででございます。またお会いしましょう。さようなら、バイバイ、またねー。